はい、どうもこんにちは、ベスト高野です。今日はですね、ちょっと生徒さんから相談を受けまして、初心者なんですけど高いベースは買わない方がいいですか、こんなような相談を受けました。なんかこれなんでこんなこと言ってきたのかなと思ったら、なんかね、最近結構初心者の人でなんか高い楽器を買ってなんか SNS で叩いてるのを見たみたいな話があるみたいで、えっ、そんなことあんねんと思って、まあ、確かに昔からちょこちょこ論争されることというか、まあ、よく話し合っていることかなとは思うんですけど、じゃあ僕なりにどう考えているかっていうのをやっていこうかなと思います。で、結論から言うと、僕は買っていいと思います。なんか、その、楽器ってやっぱいろんな側面があって、まあコレクションをやる人もいれば、プレイする人、まあこの二つがよく大きく分かれると思うんですけど、これどっちも素敵な楽器の楽しみ方だと思います。特に僕なんかは集めるのも好きだし、弾くのもめちゃめちゃ好きなので、両方めちゃめちゃ分かります。なので、なんか初心者だからといって高い楽器を買ってはいけないってことは僕は全然ないかなと思ってます。ただなんか、高い楽器を買う時の注意点みたいなのが一個だけあって、中古の、なんていうんですかね、 C2C のさ、メルカリとかさ、ヤフオクとか個人と個人がつながるやつは知識がない状態だとちょっと注意かなって感じかなと思います。まあなんでかっていうと、僕の生徒さんがね、一回まあベース某5弦ベースとかあったんですけど、まあ、トラスドットがもう回りきちゃってて調整ができなかったんですよね。なんかこう、高さん新しいベース買ってきましたってワクワク持ってきてくれて、あ、じゃあ調整したのわって言ってやってたんですけど、おっ、トラスドットこれやばいよって言って、もう回んないじゃんって状態で売られたみたいなのがあったんですよ。こういうのがあるんで、ちょっとだけその、なんていうんですかね、そこは注意かなっていうところがあるんですけど、高い楽器っていうもの自体は、全然、例えば販売店で買うとか、黒沢楽器とか、池部楽器で買うっていうのは全然僕は OK かなと思います。やっぱりそもそも高い楽器の方が、プレイするのは、まあ難しいなって僕は思います。やっぱ高い楽器の方が、ニュアンスとか、やっぱ細かく出ますし、大きい音はバーンって出ます。ちっちゃいのはちっちゃく出るかなと思います。なんで、演奏するのはどんどん難しくなってくるかなと思います。やっぱりね、その SNS の使い方みたいなところも、なんか最近僕的に結構考えるところがあって、その結構わーわーって言う人が目立つじゃないですか。なんかその強制するみたいな感じの言い方で、俺はこう思うぜみたいな。そもそも SNS の使い方って共感する場所だと思うんですよ。なんかいいよね、このベースいいよね、みんな楽しいよね、みたいな場所だと僕は思ってて、だから結構、まあ、正しい意見でガガガっていう人が目立つと思うんですけど、僕は結構そういう人は見ないようにしてますね。なんか、あんまりこう、見てても、こう、なんていうかね、心は楽しくならないというか、素敵な気持ちにはならないので、それよりは例えば、いや、俺さ、65年のヴィンテージジャズベース好きなんだよね。俺も持ってる。あ、65ってこれがいいよね。でも64ってこんなんやで。とか、こんな話が僕は素敵だなと思ってて、例えばアクティブの人がいて、いや、アトリエ G 最高だよね。いや、俺も持ってるんだけど、やっぱり最高だよね。でもアトリエ G とこのエフェクター組み合わせともっといい音だで。とか、そういう話をする場所だと思うんですよ。なんで、その強制し合う場所じゃなくて共感し合う場所だっていうのは僕的にすごく考えてて、ただね、そこはね、なんか、いろんな考え方あると思うんですけど、僕はそういう風に見てるよという感じかなと思います。それにね、やっぱりね、なんか、例えばじゃあ、パッシブ、アクティブ論争とか、ヴィンテージって本当にいい音がするのとか、まあ、いろんな論争があると思うんですけど、まあ、この考え方がある分はいいんですけど、僕的にはどちらもいいなっていう主観があった上でこっちを選んでるって考えの人の方がとっても素敵だと思ってて、例えばアクティブベース、パッシブベース。僕結構両方持ってますけど、両方いいですよ。やっぱりお互いいいところの良さがあって、いろんな側面があると思うんですよ。それをなんかね、この物事を一個の側面にしか捉えられないっていうのはね、すごく僕は、まあ貧しいというか、なんか悲しい人だなと思いますね。例えば、なんだろうな、ヴィンテージベースもいいし、例えば MTD もかっこいいし、あとでもいけてるし、ただその中で僕はこれを選んでるんだよね。なんでならば、っていう人の方が言葉に説得力があるなって僕は感じますね。なので結論、初心者の方でも高い楽器買って OK だと思います。ただ、知識がないと、あ、なんか1年後にこれ買えばよかったなって思うことはあると思います。なんで、なんか例えば SNS で相談するとか、めちゃめちゃ僕はいいと思います。例えばでも、こういうなんか論争があると、初心者は何？予算40万もあんのかよみたいなこと言われるわけじゃないですか。それは全然バットですね。それは多分その人がお金持ってなくて悲願でるだけなんで、それはマジで良くないなと思いますね。なんかその、いろんな始め方とか、いろんな取り組み方とか、いろんなモチベーションの上げ方があると思うんですよ。それをもう自分できちんと、自分の性格分かってるんで、高いものを買ってから、形整えてから行くっていう人もいれば、いや、地道にコツコツやってから積み上げていく人。これってやっぱ性格の差なんで、それをお互いがこう、なんて言うんですかね、戦い合うのは全然違くて。なんで、初心者の人でも高い楽器は買っていいと僕は思います。ということで、この動画が面白かったら、いいとチャンネル登録の方よろしくお願いします。レッスンやってます。詳細まで、バイバイ。